札幌にはすごいやありがとうが溢れている。札幌には金メダリストが溢れている。いい人、いい街、毎日金メダル。今回の毎日金メダリストは、プログラミングスクールでお世話になっているひらり先生に金メダルをあげたいと思います。ひらり先生が運営管理しているシェアオフィスに私が入居してまして、信頼できる方にうちの子供を見ていただこうと思って、であとプログラミングも興味あるということだったので、いつも笑顔で子供を支えてくれているので感謝の気持ちを伝えたいと思います。ずっと輝き続けていてください。いつもありがとうございます。ありがとうございます。とても恐縮ですが、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。とても広い環境で教えられて、子どもたちもすごく伸び伸びとしながら学んでいる姿が見れるのでとても嬉しいです。子どもたち一人一人の個性を大切にしながら、子どもたち一人一人が伸び伸びできる環境を作れるように気をつけております。そうですね、この金メダルを受賞させていただいたという気持ちとともに、もっと私も多くのことを学んで子どもたち一人一人と向き合っていきたいなと考えております。皆さんも毎日金メダリスト見つけてみませんか？